シルバーチームがこう一気にガーッ集まって撮影するっていう。こんにちは。こんにちは。名前教えてください。小野来派です。はい、というわけで本日はちょっとね、周りのお客さんいるからダメなんですけど、クイックチーム今何人ぐらいおります？今多分13とか 10人近くいる。いますね。10人近くスタッフさんとカメラマンさん含めているんですけど、ライダーも今のところ5人ぐらいですね。こちらの成田から行くんですけど、まああっちのね、現地にイトリアル選手と相馬と平原相馬選手と大野真さんが、まあ、いるんですけど、まあ、そちらの方にね今から合流するということで向かっていきたいと思います。行ってきます。初の奄美ですか？奄美初奄美。自分も初です。楽しみですね。しかも波あるみたいですね。波結構あるみたいで炸裂してるらしい。確かにそれもねちょっとね、はい、いい感じにできたら最高です。はい、今回はちょっとねこんな感じで GoPro で お届けすることが多くなると思うんですけど、よろしくお願いします。お願いします。行ってきます。こんにちは。こんにちは。はじめまして。はじめまして。動画初めてですよね？初めてです。よろしくお願いします。お願いします。今回クイックメンバーの一人としてよろしくお願いします。お願いします。名前教えてもらっていいですか？山本ライムです。ライムですね。師匠は？師匠は大野真さんです。真さん。のりくんと真さんです。おー、伊豆出身で。伊豆で修行してきたんですか？はい、そうです。長坂正光 AKA オケラ。オケラさん。オケラさんよ。そうです。全然合ってませんね。今回クイックチームとして動きますけど、どうですか、奄美大島を？初めてですね。初？はい、楽しみです。みんな初じゃない？そうですね。そうやね。はい、じゃあというわけでよろしくお願いします。お願いします。やっと6時間終えて待機させられたんでね。実際に空港に着いたのが8時半ぐらい。8時半ぐらい集合で、今2時半なんで6時間。6時間成田空港ステイ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ようやく慣れます。こっからどんぐらいかかるの？奄美大島2時間ぐらいってことは 5時ぐらいだね、着くのは。もう1日潰れました。ってことは成田到着から9時間かけて奄美大島に。バリです。なんならもうちょいオーストラリアとか行っちゃいそうだけど、はい。さあ到着しました。イエーイ、やっと初の奄美。奄美大島9時間ぐらいかかってやっと到着しましたね。やばいね、はい、だってもうまだ明るかったのにもうほぼ日沈んでるからね。そう、結構もうこんな感じですよ。だけど東京ならばもうこの時間帯も真っ暗じゃない？確かに、もう5時半。日長いですね。ね、いや気温的にはどうかな。まああんま変わらないよな。変わんないぐらいだね。ちょっとでも暖かいけど、なんか生暖かくない？なんか虫っぽくはないよ。虫っぽくはない。うん、まあそんな感じで本日ですね、やっと到着したんで、まあちょっとなあ、予定通り来れたら多分サーフィンできたんですけど、確かにもう無理なんで、多分宿行って飯食って、はい、今日はオフって感じですね。はい、まあ、サーフィンは明日からだと思うので、ちょっと今日の動画この辺で終わると思うんですけど、また明日からお楽しみということで、またゲストと合流したら撮っていきたいなと思います。ヒューおーい。さあ到着しました。到着しました。グリーンヒルというまさかの牧野大地プロの実家？実家の宿みたいなところに来ました。はい、波もいいみたいなんで今情報聞いたら。いやー、情報めっちゃ良くない？波、ね、ここね、あのちょっと暗くて全然分からんけど、グリーンヒルという場所にやってきました。結構いいとこ。な、結構さ、奄美大島来たら大体ここらしいです。みんなめっちゃ有名なスポットです。初めて来たけど、はい、結構ハブとかもいるみたいですよ。はい、山の中に。いや、普段こう夜中山でライブ配信するのが趣味なんで。いや、どういう趣味マジで。だから今回はちょっと控える。ちょっと控えた方がいい、ね、ハブにもう噛まれてるかもよ、足。怖いわ。で、さっきやばい、結構本当に笑えん状況話聞いたんですけど、サミにアタックされた方がおるらしくて。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。
疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。いいね。明かり。お疲れ様です。どんな椅子？飲みよかった？渋。飲みできた。うん、できた。今日来ました。今日来たさっき。お疲れ様。おお、いい、ゆうじろ。おいい、お疲れ。やっと着いたね。樋口さん、お疲れ様です。ありがとうね、今回わざわざ。申し訳ない。お疲れ様です。こんな感じで、とりあえず、デイワンの夜、スタートしていきます。おお、どんな瞬間や。誰俺牧野大地くらおるんかな。あ、多分寝てます。寝とる。リアルと相馬は寝てるらしいです。寝てるらしいんでちょっと叩き起こしに行きます。確かにマジで全然お迎えおらんだと思ったもん、はい、全然ワッツアップないなって感じ。普通に空港にはおるかなと思ったらおらんかったもん。本当にな、はい、はい、ちょっとまあそんな感じで今回はですね、クイック、あ、言ってなかったもんね。そういえば何の旅か言ってなかった。今回はですね、トリップがトリップなんですけど、ピクシルバーチームがこう一気にガーン集まって撮影するっていう ね、新しい人間といろいろ。前回はあったんやけど、その時ライハ来れんかったんや。そうだね、行けなかった、はい、ちょっとその時はちょっと残念でしたけど、今回はいろんなピクシルバーメンバーがおるんで、かなり豪華ですね。結構ね、みんな集まったね、全員集まってるね、はい、そう、ウェットとか、多分夏物とかいろんな撮影すると思うんで、多分ね、こういうの来年ぐらいに出るんかな。で、そうだね、撮影したやつ、ね、そんな感じで裏側をね、撮っていきたいなと思うんで、よろしくお願いします。お願いします。カメラ持ってくれとんのはね、こんな感じでリク君です。カメラマンです。我らのフィルマーリク君でございます。おお、眩しい、すごいなあ、また縦撮りっすか、それあ、ごめん、ごめん見ても俺、顔ひ、すごい光っちゃってるから。白飛び準備しますか。はい。サーフボードすごいね、でもすごいね。こんな感じで、あ、バッグは置いとこうかなと思います。結構レストランある。レストランある、めっちゃうまそうで。チャーハンとありそうですね。え、違った。バリスタへ。バリスタへ。こんにちは。こんにちは。今回初登場ですね。はい。名前教えてもらっていいですか。高井裕次郎です。はい、裕次郎。最近やんな、クイック、はい、スポンサーになったの。はい。いつぐらいですか。いつぐらいクイックになったの。まあ、何回か。わかんない。わかんない。でも最近。最近です。よろしくお願いします。今何歳？11。大野真さんの一押しです。一押しライダー。でもライダーめっちゃ長くない？クイック歴。結構長いね。長いよね。12歳からだから。俺もこんぐらいの年から入った。今何歳？17。5年目？5年目。どうですか、こう一緒にみんなで旅来た。まあまだ1日目やけど。移動しかしてないですけど、クイックチームは。楽しそう。おお、まあ、和気あいあいとやっていきましょう。そうです。で、君誰？小野ライアです。ちょっと平原さん、どこにいるの。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします、今回。眩しくない、これ。眩しいよ。名前教えてもらっていいですか。佐藤ライトです。ライト。お兄ちゃんは。佐藤力です。佐藤力ね。自分の名前佐藤力でつけてる。何歳ですか、今。13歳です。もう最近ですよね、クイックは。はい、よろしくお願いします。5月から。5月。どこ覚えてんの。じゃあ5ヶ月目ぐらい。はい。ライト5月の、俺6月ぐらい。5ヶ月目で5年目の人。こんにちは。この子は名前忘れたけど、オノライです。あら、じゃあさっき紹介させてもらって。一番でかい、なぜか知らない。一番でかい。11歳の時。15。ユジロと一緒。まさかの。このでかさだと。このでかさやばいっしょ。大人っぽさはやばい。11歳。一番でかい。一番でかいっす。ビッグウェーブも行くんですよね。ビッグウェーブは、まあ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 、まあ、って感じっすね。ライハーはバリウェーブやったっけ。バリ並みバグースって言った。まあ、いじりすぎでしょ、俺のことね。ガチで全然今のところリアルとソーマは登場してないですけど。登場してないですけど、起こしに行きます。起こしに行きます。と、こんにちはっていうか、もう5時なんですけど、5時で暗いですね。ね、今日はこれいつ YouTube 出るかわかんないですけど、今日なのか明日なのか。今日27日でね、僕58歳になって、インスタグラムでも出したら過去最高にメッセージとコメントでたくさんね、お祝いしてもらってありがたいです。この場でね、ありがとうございますっていうか、
まあ嬉しい年ではないんですけど、まあ別にどうだろう、やっぱり誕生日はねいいですね。まあもうすぐね60歳で還暦だと思うとゾッとして、自分の父親が還暦の時にあの離島っていうか島で料理旅館頼んでちゃんちゃんこ来てね、うわーすごい年だなと思ったけど、その年に自分が近づいたっていうことでちょっとそれはビビるけど、50になったらもうクソジジイで終わりだなと思ったけど、意外に50の人生面白くて、まあいくつになってもねまあいいとは思うんですけど、まあとりあえずね、でもどうだろう、サーフィンやりだして、まあ、それ前はねサーフィンやらずにランニングしたりトレーニングしたりでちょっと維持してたんですけど、今サーフィンやりだして年取って筋肉が低下しすぎるから、ずっと、まあ、嵐といつもね言ってんだけど、どういう風にやってますかってよく聞かれるんですけど、これこういうのをね僕1日間飲んでます。美味しいからまあ別に続くんですよね。とりあえずこれをなんかまず最初にいつもねこうやって300水入れて、でこれをすり切れ1杯入れて、1日ね1回飲んで、サーフィン入るやるときはできるだけ今波がクローズっていうかぐちゃぐちゃない限り毎日やりたいんですけど、その時は1日2回飲んでます。これちょっと待って、これニャンゴが落としたな、またでこうやって粉々になんないんですよ、クリーンな。でうまい、宮崎から昨日帰ってきたんですけど、夜遅く嵐はどっか島に撮影行ったんですけど、あの宮崎で川端優吾くん、川端大志くんのねお父さんのと昨日おとついか昨日の YouTube で出てるんですけど、あの人57歳でサーフィンバリバリうまいわ、イケメンだわ、若いわで、やっぱり運動してねサーフィンやってると筋肉落ちないから老けないんでしょうね。まあそんなんもあって、とにかくどうだろう、すぐ筋肉落ちちゃうんですよ。だからこういうので飲んで、あと一応今考えてるのが、まあ よくも悪くも自分がやってることですけど、朝ごはん食べずにお昼は好きなの食べて、夜はまあ控える、まあサラダ食べたり納豆ご飯食べたりということで、栄養が足りないといけないので、これを1日1回と、サーフィンやるときは朝夕2回飲んでんのが今のスタイルなんですけど、まああとできるだけ歩く、だからまあ今日は違いますけどアップルウォッチウルトラ新しいのやったから、あれが楽しみで、ぐるぐるって丸くなるやつね、こう携帯で言うと分かるんですけど、あれちょっと待ってくださいよ、まあいいか、ぐるぐるっていうのが円になると、あったこういうのですね、が円になるとよしやったって、海に入ると大体ね1時間入るとぴったり丸くなって1日のエクササイズ終了なんですよ。でパチンパチンパチン、おめでとうございます。それが楽しみで今やってるんですけど、まあそんな感じでこのプロテイン飲みながらこれねやってますからっていう感じです。まあ何の紹介っていうか、とりあえず58歳になってどんな感じでやっていこうかなっていう感じと、あといっぱいお祝いもらったからお礼言おうと思って、ありがとうございます。こんな感じです。